甲州市市民バス大菩薩峠登山区地域山梨交通演山営業所は山梨県甲州市に位置する山梨交通の営業所である。当営業所は1945年に山梨交通直営の営業所として開設され、旧演山市内を発着する路線バスの運行を行っていた。山梨貸し切り自動車と施設を共有するようになると、 1996年10月には一部の路線を同社に移管した。その後、営業所の全業務を山梨貸切自動車に移管したため、山梨交通の営業所としては一旦廃止された。2015年に入り、山梨交通グループでは、一般路線バスに交通系 IC カードであるパスモを導入することを明らかにした。パスモの導入には、 一般社団法人バス共通 IC カード協会への参画が必要だが、山梨貸切自動車は同協会に参画しておらず、このままでは、延山営業所管内の路線への導入に相当な時間を要することが予想された。そこで、山梨貸切自動車が新たに参画手続きを取らずに済むよう、すでに参画している山梨交通に車両を移管する。 ことでこの問題の解決を図った。ただし、実際には、車両だけ一貫するわけにいかなかったことから、パスモ導入に先立つ2015年10月1日に、営業所の全業務を山梨交通が継承した。甲州市のコミュニティバスである、甲州市市民バスの一部路線の受託運行を行っている。当営業所が受託運行する路線ではパスモなどの交通系。 IC カードが使用できる。かつて運行していた94系統、田中経由、勝沼駅停留場の名称はいずれも運行当時のもの。当営業所は四季島営業所との共感路線が多かった。ありがとうございます。